はい、こんにちは、116ウィンズです。当チャンネルでは開幕前に今季のブレイクに期待している選手を7人ほどピックアップしまして、今回はその答え合わせをやっていきます。予想が全く当たらず、なんなら予想と逆のことがしばしば起きる、いわゆる逆進的な扱いを受けることも多い私ですが、今年はどうだったのか見ていきましょう。1人目はロイヤルズのコール・レイガンズ。昨年途中、アロリデス・チャップマンとのトレードでレンジャーズから加入し、そこから先発で予想以上の支配力を示したことからブレイク予想。昨年後半戦の内容は MLB の屈指の先発投手で、そのピッチングを1年間できればとんでもないことになりそうと思っていましたが、その予想通り1年間見事な活躍ぶりでした。32先発で防御率 3.14、 ベースボールレファレンス算出のウィンズアウトプレイスメント 4.7、 オールスター選出、さらには今季のロイヤルズの大躍進を大きく支えた1人ともなりました。レイガンズと新加入のルーゴが共にエースクラスのピッチングを見せるなど、先発陣がかなり安定したことはロイヤルズの今季の戦いぶりを語る上では欠かせず、レイガンズが順調な成長を見せたことの意味は大きかったですよね。過去に2回トミー・ジョン手術を受けるなど投げられない期間も長かった選手ですが、今季は186回3分の1とワークロードもしっかり担った点も含めてお見事でした。1年間通して K パーセント 29.3%、 BB パーセント 8.8% と昨年後半戦の支配力をそのまま1年間維持できた点も素晴らしかったと思います。2人目はマリナーズのブライス・ミラー。2021年ドラフト4巡目指名から昨年 MLB の先発ローテ定着まで駆け上がった選手ですが、ただフォーシームが大きな威力を発揮しながらも対左に課題を残していました。コンフスプリットの習得に取り組み、それが対左への回答となれば面白そうと思っていたところ、こちらも見事なシーズンで31先発で防御率 2.94、 ベースボールレファレンス算出のウィンズアウトプレイスメント 3.4。 昨年はフォーシームしか勝負できる球がない状態でしたが、今季はそれを完全に脱却し、シンカー、スプリット、シーズン途中からナックルカーブを本格的に取り入れたりと、器用な一面も見せ、いろんなボールで勝負できるピッチャーになったと思います。昨年課題だった対左の成績も大幅に改善し、1年間彼のピッチングを見ながら本当に進化を感じました。内容的に防御率2点台という結果はやや出来すぎな感は否めない部分もありますが、もともとリリーフ向きと言われていた選手が180回3分の1も投げた点も含めて文句なしですし、ここまでのキャリアの進み方がチームメイトのギルバートと被る部分が多いですから、来年あたりのオールスター選出も期待したいですね。3人目はレイズのリッチー・パラシオス。昨年オフにカージナルスからトレードで加入し、昨年の出場数はさほど多くはありませんでしたが、打撃面で結果を残し、また引っ張り時の成績が良かったことから、レイズは彼にパレデス2世的な側面を見出しているのかなと考えてブレイクに期待しました。そんなパラシオスですが、外野やセカンドとチーム事情に応じて複数のポジションに入れた点は良く、ベースボールレファレンス算出のウィンズアウトプレイスメントで 1.8 をマークしましたが、 WRC プラスは101止まり。基本的に対右限定のプラトン起用だったことも考えますと、期待していたほどのバッティングではなかったですね。開幕直後は主力含めてチーム全体が打撃不振に悩む中、パラシオスが本当に数少ない好調のバッターで打線を牽引する活躍ぶりでしたが、それ以降は攻撃面であまり目立たず、 BB パーセント 14.2% とめちゃくちゃフォアボールを選べた点は良かったんですが、コンタクト率が顕著に下がってしまい、特にゾーン内を仕留めきれなかった点は彼の打撃成績が伸び悩む一因ともなってしまったかもしれませんね。引っ張りの才能自体は面白いものを持っていると感じますので、来年はもう一段上のバッティングに期待したいです。4人目はレッドソックスのボーン・グリソム。昨年オフ、クリス・セールとのトレードでレッドソックスに加入した若い内野手で、ブレイブスではポジションがなかったものの、トリプル A 以上ですでに一定以上の成績を残していましたので、出場機会が保証されるだけでもだいぶ違うのではと考えていました。が、今季のグリソムは残念ながら全くの期待外れでしたね。5月に怪我から復帰しましたが、そこから1ヶ月間ほぼ打てず、6月に再度 IL 入り。復帰と同時にマイナー落ちともなってしまい、今季メジャーでは結局31試合しか出場していません。シーズン終盤になってマイナーで打ち出したあたり、体のコンディションが悪かったことによる影響も多少あると思われ、来年もう一度レギュラーをつかむチャンスを与えられるだろうと考えてはいますが、同じセカンドには2023年ドラフト40名指名で今季急成長を遂げてベースボールアメリカのマイナー最優秀選手に選出されたクリスチャン・キャンベルもいますし、立場的にはあまりうかうかしてはいられない状況とはなってきています。5人目はカブスのマイケル・ブッシュ。昨年オフ、ドジャースからトレードで加入した選手で、球界内でも上位のプロスペクトとしてずっと評価されながらも、層の厚いドジャースでなかなかチャンスを得られていなかった選手でもありました。ただ昨年トリプル A で大暴れし、こちらも先ほどのグリソムと同様にカブスで出場機会が増えれば活躍できるのではないかと期待していたところ、バッティングが期待通り MLB レベルでもしっかり通用しましたね。
今季152試合出場しホームラン21本、 WRC プラス119、ベースボールレフェレンス算数のウィンズアブリプレイスメント 2.8、 三振はやや多かったですが、ボール球にはあまり手を出さないなど、アプローチ自体は悪くはなく、あまりアベレージを残す感じでもないかもしれませんが、ベストシーズンに打率2割4分、30本、 WRC プラス120から130くらいは残せる選手にはなれそうなイメージでいます。どこを守るかが今季のブッシュに関してポイントでもありましたが、ファースト守備は指標上大きな問題はなく、基本はおそらくここ。ただ今季途中にパレデスが加入し、さらに来年トッププロスペクトのマットショーの昇格も控えるカブスですから、どう内野を回すか気になるところです。6人目はダイヤモンドバックスのブランドン・ファート。昨年メジャーデビューしてからの6先発は悪夢のような内容でしたが、ピッチングの修正を図ったことが成績改善につながり、昨年のポストシーズンでも想像以上のピッチングを見せたことで今季の活躍に期待していました。そんなファートですが、今季32先発で防御率 4.71 とかなり打ち込まれた印象はありつつ、 FIP は 3.61 と、こちらは実はそんなに悪くはないと。そのためベースボールレファレンス算数のウィンズアブリプレイスメントは 0.5 止まりですが、ファングラス算数のウィンズアブリプレイスメントは 3.1 と、乖離が生じる結果ともなっています。彼の一番の武器であるスイーパーのスタッフプラスは143と高水準なのですが、ランバリューはマイナス10とあまり結果が出ず、まあ、スイーパー自体が問題というよりは他のボールとの組み合わせですとか使い方の問題はあるのかもしれません。ただ今季のファートに関しては181回3分の2を投げた点が評価されるべきとは考えていまして、特に今季のダイヤモンドバックス先発陣は怪我ですとか不振ですとか、かなりやりくりに苦労しましたからね。チーム事情からファートが苦しいピッチングであっても、長いイニング行かざるを得なかった部分もあったかとは思います。そして最後はレッズのハンター・グリーン。諦めきれず2年連続でブレイク候補に入れた選手で、先発投手ながら剛速球が本当に魅力なのですが、なかなか結果がついてこなかったと。オフにカーブとスプリットの習得に取り組み、その効果でより速球が生きるようになれば、そして怪我がちゃんと癒えれば、今度こそ期待していたピッチングを見せてくれるのではと考えていました。そんなグリーン、ついに今季待望のブレイクイヤーとなりましたね。26先発で防御率 2.75、 ベースボールレファレンス算数のウィンズアブリプレイスメント 6.3 と、素晴らしい1年となりまして、初めてのオールスターにも選ばれています。すごいボールを持ちながらも、昨年ランバリューマイナス12に終わっていたフォーシームが今季一転してランバリュープラス20と大幅に改善し、この劇的な変化にはフォーシーム自体も横変化を減らし、よりライズするような軌道のボールになったことも影響していそうですし、効果的とは程遠かったチェンジアップをオフに習得したスプリットに完全に置き換えたことも大きかったように思います。途中サイヤング賞もあるのではとちょっと期待しましたが、シーズン終盤に肘の怪我で1ヶ月ほど離脱したため、それは叶わなそうですが、来年は初の規定投球回到達、そして将来的にはサイヤング賞も期待したくなるようなブレイクイヤーだったと思います。ということで、ブレイク候補の答え合わせを行ってきましたが、レイガンズ、ミラー、ブッシュ、グリーンは本当に見事なシーズンで、この4人に関してはブレイクしたと言っても差し支えないでしょう。完全に外したと言えるのはグリソムくらいで、今年は珍しくそんなに悪くない予想ができたと自負しています。皆さんも開幕前にブレイクに期待した選手いたかと思いますが、今季彼らはどうだったでしょうか。コメントで教えていただけると嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。